7月3日の熱中症情報をお送りします。土曜日は梅雨前線が北上し、西東日本太平洋側を中心に雨足が強まりそうです。特に東海から関東は朝の時間帯激しく降る恐れがあります。強雨雷雨にご注意ください。また日中は内陸部山沿いでにわか雨雷雨が懸念されますので、土曜日も最新情報を確認ください。では熱中症情報を見ていきましょう。雨が降っても気温が高くジメジメムシムシしそうです。西日本や北陸や東海のエリアを中心に厳重警戒レベルとなっております。那覇は危険レベルです。八重山地方では熱中症警戒アラートが発表されています。3日は熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予想されます。外出はできるだけ控え、屋内をエアコンなどで涼しい場所にしてお過ごしください。また特別の場合以外は運動は行わないようにしてください。身近な場所での暑さ指数を確認していただき、熱中症予防のための行動をとってください。